バテンカイトス終わらない翼と失われた海は2003年12月5日にナムコから発売されたニンテンドーゲームキューブ用ゲームソフト。旧ナムコ名器としては最後のゲームキューブ用ソフトであった。開発はモノリスソフトとトライクレッシェンド、ディスク2枚組。意表をつくストーリー、幻想的な世界観、斬新な戦闘システムにより人気を博した。 ゲームキューブでは数少ない大作 RPG として注目を集めた本作は発売前から多くのゲームキューブユーザーの注目を集め任天堂ドリームでは大々的に取り扱われた当時の市場の状況に鑑みるとスマッシュヒットに止まったがゲームキューブ完全新作タイトルとしては歴代3位の売り上げを誇っている続編がゲームキューブ用ソフトとして バテンカイトス通始まりの翼と神々の獅子が2006年2月23日に発売された。ニンテンドー DS 用にも新作が予定されていたが、企画が膨らんだため、ゲームキューブ版の続編のみに転向という形で開発中止となった。その昔、長きにわたった邪神との戦に人々は辛くも勝利し、邪神はエンドマグナスと呼ばれるカードに封印されたが、大地は、 邪神の地により荒れ果てた。そして人々は生きる希望を果てしない大空に求めた。人々の背中には広大な空での長い生活のためか大きな羽が生まれ、それは心の翼と呼ばれている。現在、世界はいくつかの浮遊大陸とそれらを統治する大小の国家で構成され争いのない日々が続いていた。しかし、その陰で、 マグナス生成などの科学技術を発達させ、圧倒的な軍事力を得た帝国アルファルド皇帝、ゲルドブレームは、太古の邪神を封じたエンドマグナスを我がものにしようと企んでいた。一方、育ての親と弟の仇を追っているカラスは、辺境の地サダルスエドの月ましの森で、モンスターに襲われ、倒れているところを助けられる。近くの村ケバルライで目覚めると、 カラスについている精霊は、記憶を失っていた。物体の本質、マグナエッセンスを封印したカードのこと。バテンカイトス世界では、誰もがマグナスを持ち、必要に王子元の形に戻して使用している。マグナスは時間経過によって変化することはあっても、捨てない限りはなくなることはない。例外として、火は消えてなくなってしまう。 バテンカイトスの戦闘は従来通りのターン制だが、武器攻撃、魔法、防御、回復などの入力は、コマンド方式ではなく、マグナスを使った、カード選択式となっている。キャラクターごとに所持するマグナスを編集しておき、戦闘中は、画面下部に表示されたマグナスから1枚ずつ選んでいく、ことで行動を決定する。攻撃ターンでは、選んだ、 マグナスのアクションが途切れる前に次のマグナスを選ぶことで攻撃をつなげることができる。味方の回復は攻撃ターンのみ行うことができ、その際ターゲット選択を誤ると敵を回復させてしまうので注意が必要である。また、防御ターンでは敵の攻撃の合間にマグナスを選ぶことで連続した防御が可能になる。マグナスには 精霊数と呼ばれる複数の数字が付けられており、ポーカーの容量で数字を揃えると、プライズが発生、ダメージ、回復量がアップする。ただし、敵の属性やマグナス同士の属性も考えて、選ばないとダメージを相殺してしまうので、プライズばかりを狙うわけにもいかない。また、戦闘中に特定のマグナスを組み合わせることで、 sp コンボが発生し、新しいマグナスが手に入る。マグナス選択の制限時間とプライズ sp コンボの存在により、程よい緊張感の中で、スピードと戦略が必要になる爽快な戦闘を楽しむことができる。ゲームに慣れてくると、スピード感を出す、はずの制限時間が逆に長く感じられるようになり、また、全体攻撃の概念がないため、 雑魚戦でも1分以上かかってしまうことがある。ありがとうございます。